DSI ワンコインで買える時代。はい、お疲れ様です。今回はハードオフのジャンクコーナーでジャンクのゲーム機本体たちをいっぱい漁ってきましたんで、一個一個紹介していきたいと思います。で、今回漁ってきたジャンク品たちはこいつだ。ドン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 。はい、ということでこいつらたちを漁ってきましたんで、一個一個確認と紹介をしていきたいと思います。はい、では今回一発目にですね、紹介していくのはこいつだ。ダッダッダッ。はい、ゲームボーイカラー。裏蓋がないのはさっき知りました。いや、買うまでショーケースに入ってたんで、こうやって全然気づかなかったっす。まあ、ちょっとね、状態見ていきます。はい、ということで、残念ながらもう音は出ません。はい、音出ないですね。それがジャンクか。まあまあ、でもなんかゲームの読み込み自体はできるんで、まあまあいいんじゃないかなって感じです。まあ音出ないやつとかたくさんあるからね。はい、ということで、まあ裏蓋なくて音が出なかったって感じ。まあ880円なら安いですよ。もう正直ゲームボーイ系って今なんかありえんぐらい高くなってるんですよね。なんかもうほんと一時と大違いです。だからまあまあありかなって感じ。次、はい、ドーン。はい、 DSI ね、今度はね330円です。以前動画で550円で買ってきた DSI6 台かなをわーってやってる動画とかもあるんで、よかったら見てください。ということで見てみましょう。はい、ということで充電ケーブル挿したんですけど、パッと一瞬反応するけどすぐ落ちるって感じ。はい、まあ、これがジャンク品です。はい、まあ、ジャンクガチャで言うと、まあ、外れですね。外れのジャンクガチャでした。まあ、以前、結構ね、結構な確率で動いたんで、まあまあ、あれは、ほんとラッキーだった。まあ、これが普通です。こうやってね、動かないのが普通だと思ってください。次、はい、ドン。はい、PSP の3000番。これがですね、1650円。電源入れても画面がつきません。ということで検証してみます。はい、ということで、まあ、手持ちのバッテリー入れて電源を入れようとするんですけど、まあつかないですね。ダメだ、つかない。はい、完全なるジャンクインでした。本体としてはね、綺麗な感じなんで、まあ、部品取りにでも使えるのかなって感じ。赤ってかっこいいですね。ちなみにメモリーカードはまあないわな。はいです。ということで PSP3000 番650円でした。はい、ということで今回ですね、大目玉のやつを今から紹介開封していきたいと思います。そいつがこいつだ。はい、ということで 3DO、 実は、以前ですね、この本体だけ、本体とコントローラーとか映像ケーブルと、電源ケーブル、まあ、一式セットで3300円で、見つけて買ったことがあるんですけど、今回は箱付きでなんと4400円でした。ちょっと中ね、開けてみます。はい、ということでまずコントローラーが出てきて、映像ケーブルね、すっげー、取説もある、すげー、これはすごい。お客様相談窓口もある、注意書きみたいなのもある、保証書も出てきた、すげーな。うわ、中もいいな、これ。ちゃんと発泡スチロールもあるし。はい、ということでこれ本体も出しました。そんな傷もなく、なんか綺麗ですね、全体的に。はい、ということで、まあ、全体的な感じですね。まあ、本体があって、コントローラーがあって、映像ケーブルもあって、電源コードはもうあれでしたね。もうあらかじめついてるやつでしたね。で、なんか保証書とか説明書も全部ある。これ完璧っすね。よかった。いやー、わかんなかったんですよ。なんて書いてたっけな。確かね、読み込まないみたいな感じで書いてて、一式揃ってんのかなって。まあ古いもんなんで
まあ、最悪の中開けて本当本体だけとかだったらもうマジやべえなって思って買ってみて、でもうその場で確認もええかと思って、もう本体だけやったら本体だけやと思ったらこんだけ完璧に全部揃ってた。いやすげえな、これ読み込み直らないかな、ちょっと分かる人コメントください。ちょっとディスクこれすげえ完璧じゃない、すごくない、いやすごいんですよ、パナソニックですからね、わかります、パナソニックだったっけな、ゲームキューブがあるじゃないですか、そういう感じっすよ、これ 3DO でやりたいゲームのテーマパークですね。はい、ということで今回は以上となります。いやまあね、もうこれは本当 DSI はね330円、もうジュース2本分ぐらいの値段で買えたんで、もうとりあえず買っとけって感じで、 PSP はね1650円だったら全然買っても損はないかなって感じですね。うん、もう高くなってくるんでこれから多分。でゲームボーイカラーもね安かったな、880円だったら買いですね。であとこれで 3DO ありがとう 3DO、 これちょっとねなんとかしてねゲームができる環境にちょっと持っていきたいんで、見えますこれパナソニックの金の文字かっこよ、まあ、こんな感じで、まあ、ほんとねジャンクコーナーにはね夢があるんですよ。人によっては宝、人によってはゴミみたいな感じの真靴なんでね、本当になんかもうごちゃごちゃしてるし、でもねやっぱこういうのを見るとテンション上がるんですよ。だからジャンクあさりはやめれないということで、また続けていろいろジャンク品あさっていきたいと思いますので、よかったらご視聴ください。今回は以上です。ありがとうございます。バイバイ。